おはようございます。ケロッピです。この前カップルになって卵を産みましたが、今回はその卵の成長ぶりをご覧ください。卵の入ってた水槽からはカエルさんをすべて隣に移しました。なので超過密になっています。ではご覧ください。こんな状態になってんねんけど、どうなん？なんかこの辺大きくなってる気もせんでもない。いやでも分からんな。どうなのかな、もう変わってない。どうなんや。形が変わってきてます。これはお玉になりそう。マジか。みんななんか楕円形になってる。だんだん。ここは。ここのはどうなってる？ここのは変わってないか？ここのも変わってる？ここら辺のはそんな変わってない気がする。いや、変わってんのかな？なんか伸びてる。伸びてる。ここにあったやつはブクブク入れようか。ブクブク入れた方がいいかな。2日目の朝、昨日の朝生まれた卵がもうこんなに長い。伸びてる。プラナリアの形。恐ろしい。なんか育ってきてる？育ってないのもあるかな。でも育ってるのもある。すすー、どうする？おたまじゃくしだらけになっちゃうよ、家が。入れ物が足らんよね、絶対。どうしたらいいかな。とりあえず後ろのバックグラウンドは撤去、なんとかしました。でこの流木も今は撤去できへんから、卵お玉になってから撤去します。
で水は多分これじゃ少ないから徐々に増やしていって別容器に頭を移せるぐらいに水を増やしたいと思います。おお、動いてる。動いてる。どうするよ。私の手はこのぐらい、手はこんな感じだから何ミリかな、今5ミリぐらいかな。爪との大きさを比べると爪の半分半分よりちっちゃいか。でかいで5ミリ6ミリぐらい、もう6ミリぐらいあんで、長さ6ミリ、長さ6ミリです。動いてないな。寝てんのかな。動いてるわ。下に落ちちゃってるやつもあるのよね。死んでんのか。なんかウーパールーパーみたいになってんな。どういう形なんや。手みたい。エラかなあれ。ひろひろ。ガラスに貼り付いてる。下に落ちてるやつは死んでいるのか生きているのか分かりません。とりあえずこんなとこか。Thank you.
お玉じゃくしのぐるぐる映ってるな。これで今指出すと、指出すとこんな感じ。ちょっときなこ、あかんよ。どうかな。爪ぐらい、爪よりはちょっとちっちゃいか。だから8ミリぐらいかな。ちょっと伸びた。ちょっと伸びた。尻尾の先まで入れると8ミリぐらいかな。何匹ぐらいちゃんとしたカエルになるんでしょうか。なんか泳いでます。泳ぎ始めました。お腹の渦巻きぐるぐるが見えてます。なんかエラみたいなやつ、まだ拾って見えるな。大きさ的にはこんな感じ。上にいたやつが全部下に落ちてきてる感じ。死んでんのか？死んでんのかな？下で休憩してんのか？弱って死んでんのか？すごい。すごい勢いで食べてる。めっちゃお腹空いてたね。何でも食べそうやな、ね。